そんないい加減な態度だから FSC から NG 食らってレギュラー降ろされるんだよ。あんな大手企業に嫌われたらこれからやっていけないぞ。スポンサーには逆らえないんだから。まだかな。やっぱ俺も謝りに行こうかな。あ、そうちゃん、ごめん。本当にごめん。反省してます。ごめんなさい。聞いてもらえなかった。相互さんを怒らせた？当たり前ですよ。生放送に穴を開けるなんて。ごめん。ほら、よく見とけ。マネージャーもああして30分以上も電話で謝ってんじゃねえか。ごめんなさい。何が原因で遅刻した？場合によっちゃ無罪かもしれないだろ。話してみろ。女の子に声かけられて有罪。仕事中に女性に気を取られる？おう、嘆かわしいです。玉木最低のアイドルです。今のセリフ録音しといていいか？俺ファンのこと嫌いだ。何言ってるんだよ。応援してくれてありがたいなって思ってたけど、今は嫌いだ。大嫌いだ。さすがに聞き逃せねえぞ。お前誰のおかげで歌ってられると思ってるんだ。待ってください。四つ葉さん、何かあったんですか？どうしてそんなこと？妹のこと知ってるって声かけられたんだ。でもついてったら嘘だった。最初からそう言えよ。相変わらず説明下手だな。おう、それで生放送遅刻でしたか。でもその嘘はちょっときついな。もし天兄が行方不明になったとしてそんなこと言われたら俺でもついていっちゃうと思う。タマ、仕事があるときはそっち優先だ。話が嘘でも本当だったとしても。はい。それにたった一人に嫌なことされたからって決めつけるようなこと言うな。みんなが応援してくれたから今の俺たちがいるんだ。わかるな？はい。そういう事情で遅刻したなら相互もわかってくれるんじゃないか。でも部屋行ったけど出てくれなかった。蓄積されたストレスが爆発してるんだろうな。気づかないのかと思ってガンガン
扉蹴っても出なかった。なんで火に油注いでんの？オッケー、玉木と総合メッツァの仲直り作戦です。なんかアイデアあるの？リップサービス、ゴマスウリです。総合褒めてください。レッツライ。褒める、そうちゃん5分前行動好きで偉いな。大遅刻やらかしたやつにそんなこと言われた日にゃ、お兄さんだったらぶん殴っちゃうな。俺もぶん殴るな。難しいぜ。ドンマイ、練習しましょう。私を褒めてみてください。レッツライ。ナギッチは喋り方受ける。おう、超受ける。私の美貌、優雅さ、才能、すべてスルーで即チョイスですか？オッケー。それ、オッケー受ける。シャットアップ。総合さんは、おだては通じないんじゃないかな。好きなものをプレゼントするとかは？あいつ物でも感激しないだろう。あいつの持ってるものさりげなく全部一流品だぜ。そうなんだ、全然気づかなかった。じゃあこのカバンももしかしてもらったんですか？かっこいいなって言ったら次の日くれたんだ。リク、これ10万くらいするやつだぞ。え？すげえな。相互って金持ちなのか？でももやしは安くてお腹いっぱいになるからいいよねって製品生活されてましたよ。昔はセレブ、今は貧乏なんでしょうか。金か、500円で許してくれっかな。おめえはぶん殴られたいのか？ひとまず話し合いの場を設けましょう。四つ葉さんが行って出てもらえないなら七瀬さんが呼んできてください。わかった。玉木もちゃんと謝る準備しておけよ。はい。じゃあ様子見てくるな。